バンプスは、ラルク・アンシエルのボーカリスト・ハイドと、オブリビオン・ダストのギタリスト・ KAZ により、結成された、ロックユニット。プロダクションはバンプ・ローズ。レコード会社は2008年からバンプ・ローズ。2013年2月以降は、ユニバーサル・ミュージックの社内レーベルデリシャス・デリ・レコーズ、およびバージン・ミュージック。公式ファイクラブ名は、バンパ・ディクト。2008年、 ハイドが自身のソロ活動において共同プロデューサー兼ギタリストとして参加していた KAZ と共に結成した。同年7月2日にはファーストシングルラブアディクトをリリースし本格的に始動した。ハイドは結成に関しいろいろなタイミング、要素が重なっているんですけど実は前回のアルバムから今やっているようなスタイルは出来上がっていたんですよ。ただ、 今後もこれまでと同じように、ハイドっていう名前でやるのは無理があったと語っており、ライブでは、バンプス名義の楽曲だけでなくハイドのソロ楽曲も、セットリストに含めて演奏していた。同年8月1日から、全6都市の ZEP にて、全46公演の大規模なツアー、バンプスライブ2008を3ヶ月にわたり観光。 直後の10月30.31日にハロウィンイベントとしてナイトメア・オブ・ハロウィンをゼップ東京にて開催。バンプス企画の下、トミー・ヘブンリー6、マノリル、アシット・ブラック・チェリー、ブレイカーズ、スチアンナを招いたほか、サプライズゲストとしてガクトが登場した。以後も毎年ハロウィンの時期になるとイベントを開催している。翌年2009年2月4日にはライブツアー。 バンプスライブ2008千集楽の ZEP 東京での模様を中心に収録したライブ DVD をリリース。3月13日には、セカンドシングル、I Gotta Kickstart Now をリリース。5月13日には、サードシングル、e v a n e s c e n を。6月10日には、初となるオリジナルアルバム、バンプスをリリース。同時期から昨年度と同様の ZEP を中心とした全国ツアー。 初のアリーナツアー、アメリカツアーと、精力的に活動。9月30日には、アルバムからのリカットシングル、スウィートドリームズをリリース。また、2010年7月には、ゼップ東京にて、清春率いるサッツと対バンを行った。2009年からは、日本国外での活動も、積極的に行い、ワールドツアーとして、北米、南米、ヨーロッパ、 アジアなどでのライブを観光。南米では、セカンドアルバム、ビーストが、日本人、アーティスト初のセールスチャート4位を記録した。結成5年目となる2013年2月に、ユニバーサルミュージックのレーベルである、デリシャスデリレコーズに移籍。さらに、マドンナ、ニッケルバック、レディーガガ、JZ らが所属する、イベントプロモーター、ライブネーションと提携し、 海外ツアーを行うことが発表された。同年4月24日には遺跡第一弾作品となるライブビデオバンプスライブ20129月23日24日25日には海外初のアルバム日本ではベストアルバムとしてセックスブラッドロックエヌロールがリリースされた。また2014年6月14日にはイギリスで 行われたライブネーション主催による野外ロックフェスティバルダウンロードフェスティバルに出演した。2015年2月18日19日には自身が主催するロックフェスティバルバムパークフェストを開催。国内からサッツとアレクサンドロスが海外からシックス、AM、ジェラルドウェイ、バックチェリー、ナッシング・モアが参加した。また同フェスで共演したシックス、 AM が行うアメリカツアーのサポートアクトとして、ツアー全中に公演に同行。さらに、4月下旬から5月中旬にかけて、アメリカで行われる、ロックフェス、ホートロックフェスティバル、ウェルカムトロックビル、ロック、オンザレンジ2015に出演した。また、同年11月より、老城型ジョイントツアー、バンプスライブ2015から2016ジョイント666を行い、 マイハーストストーリー、マノリル、アッシュディエヒーロー、ノックアウトモンキー、ナッシング、エスカーブドインストーン、ロティングラフティ、ディレイラース、ヒム、ナッシングモア、アポカリプティカと共演している。2016年には、モトリー・グルーラを抱えるアメリカの大手マネージメント、テンスストリートエンターテイメントと契約を結び、音楽制作のメインを海外に移行した。また、同年には、ロックバンド、 シチズンゼロと北米6カ所を回るライブツアーバンプスノースアメリカンツアー2016ウィズスペシャルゲストシチズンゼロを開催。翌年には全楽曲が英語詞となるアルバムアンダーワールドをリリースした。活動開始の2008年から10年間で日本以外の世界各地で350以上ものライブを開催している。全国のゼップにて連続公演を行う。 牢場型ツアーをはじめ、アリーナ公演、夏の野外公演など、多彩なステージで公演を行っている。また、積極的に対話を実施するほか、国内外のロックフェスティバルにも参加しており、これらのライブイベントを含めると10年間で450以上ものライブを行っている。2017年12月1日、同年12月をもって、活動休止をすることを発表した。 休止理由を、冷却期間が必要だと感じたためとコメントを、オフィシャルサイトに載せており、平熱に戻り、再開の目処が立ったら、再恐れに復活したいとも掲載している。配信限定シングルコラボレーションシングルオリジナル、アルバムベストアルバムボックスタイバンツアーロックフェスティバル、ハロウィンイベント2005年に、ハイド主催で、ハロウィンにライブイベント、ハロウィン・オブ・ザ・リビング・デッドを開催。 3年後の2008年から2017年まではバンプス主催で毎年イベントを開催しており2010年以降のイベントはハロウィンパーティーにライブタイトルを統一して実施しているまた2018年は前年活動を休止したバンプスとしてでなくハイの主催として開催されたハロウィンライブと銘打っていることから出演者来場者ともに仮装をした上での参加を推奨しており 公式サイト内の注意事項にも仮装していただけないと亡霊たちの機嫌が悪くなってしまいますのでご注意ください。と記載されている。主催者であるバンプスのメンバーも当然仮装をして出演しており過去にはバンパイアやオイラン、忍者、海賊といった仮装を披露している。また、下記のように映画や漫画に登場するキャラクターをモチーフにした仮装も行っている。 2012年には同イベント参加アーティストを中心に結成したハロウィンジャンキーオーケストラでハロウィンソングハロウィンパーティーをリリースしている。ありがとうございます。